ボートレース平和島マクール杯ビーナスシリーズ第2戦、準優勝戦は最後のカード第12レースが始まりました。対戦メンバー1号艇長島真希、2号艇大沢真奈、3号艇落合直子、4号艇松本明恵、5号艇西坂賀翔、6号艇西村歩美、以上の6選手の対戦です。並びは定番順で作戦待機行動が進んでいます。イン1コースは1号艇長島真希、2日目からは5連勝のゴールがあります長島、予選堂々のトップ通過を果たしました。ここも逃げてファイナル1枠を手にすることができるか。2コースは2号艇の大沢真奈、大沢は序盤の3連勝が光っています。先ほどは地元の中澤が優勝を決めました。その流れに乗りたいところ。センター3コースには3号艇の落合直子、3番の落合も今シリーズは安定した運びが続いています。引いて角1、4コースは4号艇の松本明恵、昨年末の覇者がここはクリアした一戦、昨日の予選ラストは勝利を挙げてきました。そして5コースは5号艇西坂賀翔、サイアウト6コース6号艇の石村歩美、外枠の2人もここは上位入着を目指したいところ。準優勝戦第12レースは枠なり3対3、風は追い風、風速は3メートル、進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。アウト6コース6号艇は西村コースタートか、センターから4号艇松本の角から出ていきます。さあ1周1マークへ向かっていきます。陰線からは1号艇長島先に逃げて、内からは2号艇の大沢、さらには5号艇の西坂、バックスレッジへ入っています。先頭は1号艇長島が3停止のリードを作りました。なおスタートは前提正常でした。2番手5号艇西坂続いて、後ろは6号艇西村、懐からは2号艇大沢が前に迫っていきます。1周2マークの攻防戦、1号艇の長島がトップで折り返しました。2番手内から来る2号艇の大沢を外からかわす。5号艇の西坂が2番手、内から6号艇西村が3番手につけて、前の体勢1番5番6番となって大時計前を通過、2周目に入っていきます。先頭リードは1号艇長島4点進リード、2番手5号艇西坂続いて、後ろ3点進され6号艇西村が前を追っていきます。2周目1マーク、さあ内から迫る6号艇西村ですが、ここはかわしました5号艇西坂2番手、1番5番6番の体勢で2周バックの中央を通過していきます。3番手後方定冠は4点進で、2号艇大沢4番手、後ろは4号艇松本が5番手、最後方は3号艇の落合が続いて、レースは2周目2マークの攻防。先頭から1番5番6番の体型で直線コースへ帰ってきました。レースはこれから最終周回です。1号艇の長島真希が先頭、リードは6停止7停止と広がりまして、最終周回第3マークへ向かっていきます。2番手は5号艇の西坂賀翔、後ろも定冠離れて6号艇の西村歩美が3番手、前は1番5番6番で最後の向こう正面へと立ち上がりました。3番手の後ろも定冠開いて、後方は2番の大沢、さらに後ろは開いて4番の松本、3番の落合が続いています。先頭から1番5番6番の体型でラストコーナー旋回です。ここはインから押し切りました。1号艇の長島が先頭、2番手5号艇西坂が追走して、3番手6番の西村、第12レースの準優勝戦、先頭1番長島5連、2着は5番の西坂、3着は6番西村、後ろは2番大沢、4番松本、3番落合、5連です。